皆さんありがとうございます。ちょっとマイクのスイッチをオンするタイミングを間違えてしまいました。ちょっと聞かなかったことにしててください。まあこう見えてもね、35歳なんで、その辺ちょっとご愛嬌でカバーしてください。さあ、こんな感じでですね、我々夏のシャンシャン祭りをですね中心に、活動しております。最近はですね、そのシャンシャン踊りもですね、こういった、まあ、若者、別に僕自分のことを若者と言ってるわけではないんですけども、まだまだやっぱり若者かなと思いますので、そういったね、若者たちが有志を作って、こういったね、シャンシャン傘踊りを盛り上げていこうっていうような、そういったね、流れが非常に強いのかなというふうに思います。やっぱりね、この傘踊り、このね、国府はね、やっぱり発祥の地なので、ちょっとね、足踏みしながら来ました。あーもうディスられるってね、もうそんなの傘踊りじゃねえよっつって叩かれるんじゃないかなと思ったんですよ。皆さんこんなのもいいですかね。ありがとうございます、ありがとうございます。はいね、向こうのね、ちょっとスーパーカーを見てる方たちからもちょっと拍手がねあったようですんで、どうもありがとうございます。はい、まあ皆さんね、最初からちょっと気になってるかもしれないですけども、このお前のマイクの角度は何なの、ね、お前のマイクの角度は何、これはよく言われるんですよね。これはサマーグリップと言いましてですね、まあ、いわゆる夏のマイクの握り方ということですよね。サマーグリップ、皆さんちょっとよければね、覚えて帰ってみてください。これが結構ね、秋冬にかけていくとこうグググググググっと、ね、下がってくるんですけども、まだ夏だと、ね、そして興奮してるんだと、下ネタかというような感じでね、まあ、ラスト3曲目、やらせていただこうかなと思いますんで、最後までよろしくお願いいたします。そしたら音響さん、3曲目と4曲目を続けてかけてやってください。お願いいたします。交わり合えばさらに噴火、ズンチャズンチャズンチャ。